はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ゴールデンウィーク前、が前回で、本当お久しぶりになります。ネットメディア局次長、衆議院議員の三谷秀彦です。いよいよ、また始まりました、今週の国会プラスアルファということで、本日のゲスト、後ほどまた正式にご紹介させていただきますけれども、長島昭久先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてですね、今ちょうどここ党本部の1階なんですけれども、ちょっと通りかかられた高村先生、ちょっと捕まえてしまったので、ちょっと今飛び入りで時間の許す限り、最初の本当にちょっとだけですけど、お越しいただきました高村先生です。目の前歩いてたら、引きずり込まれました。今高村、先生はですね、今財務大臣政務官という、本当に財務省のお仕事をされている、本当に政府高官でございますが、実は昨年でよかったですよね、国対3年連続で国対の仕事をされておりまして、僕 その国対としての経験値でいえばもう大先輩にあたる、そういう先生です。この今週の国会プラスアルファというのを作ったのは、僕が今この1年間国対に入れていただいて、一番国会の奥が見れるというような立場なので、せっかくだったらいろんな方に今国会で何が起きているのかというのを、お伝えさせていただこうというような趣旨でやってますので、僕なんかで全然高村先生の敵役ではあるんですけども、今は、政府高官ということでなかなかということですが、今、国体的にはどうですかね、小村先生。今、一つ一つ、順調にといったら、いろんな努力もある 先輩方のおかげでありますけれども、法案も、通していきという感じですね。で、この先は絶対お立場もあって言えないと思うんですけど、これからこの通常国会の中で補正予算も、通さなきゃいけないということで、この時にそうですねとか、なんかいろんな、そこはギリギリのラインでそれ以上言うといろいろと難しいことになるので、なかなか参議院議員選挙もあって延長がね、できないからね、しづらい中での審議ということで、いろいろご迷惑かけますが、よろしくお願いします。頑張ってください。ありがとうございます。頑張りましょう。よろしくお願いします。ということで、はい、しっかりと頑張ってます。いや、なんかすいません、なんか、ありがとうございます。ありがとう。ということで、ちゃんと公務の方もしてまいりますので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。どうぞ国対の方もよろしくお願いします。ありがとうございます。実は今ありがとうございます、時間あるときは国体の方にもちょっと覗きに行っていらっしゃっているので、ありがとうございます。はい、ということで、ここからは落ち着いて大人モードで小村さん子供みたいな。いやいや、ということでですね、前回がゴールデンウィーク前ということで、この1週間ぐらいゴールデンウィークがあって、今になってということで、先週の国会、今週の国会、その前の、ゴールデンウィークの期間中いろいろありました。国会の動き的にはそうです、先ほどこの番組が始まる前に、ちょっと改めてそうだなと思ったんですけど、子ども家庭庁 の、法案の方が、衆議院で、いろいろ本会議で、採決という形になります。そうですね、明日ですね。明日ですね。でも結構長島先生的にはこの、いわゆるその児童とか子どもとか、そういった絡みの政策、結構手掛けられてるじゃないですか。イメージ的には安全保障のイメージが結構強いと思うんですけど、そういったなんか、僕はもう本当に安保や国防族みたいなイメージが強いと思うんですけど、今から8年ぐらい前に地元の児童養護施設の、施設長さんと話してた時に、長島さん、その安全保障と国防とか一生懸命海外向けの話を一生懸命やってるのは分かるけど、足元が大変なんですよと、足元の子どもたちのことも少し考えてくださいって言われたのが結構きっかけで、それから児童養護施設を結構視察に行ったりね、それから今児童相談所、いろんな虐待事案が起こるたびにクローズアップされますけど、児童養護施設とか一時保護所とか、そういうのをかなり行くようになってですね、で4年前にフィンランドに、一人で行って、それでネーボラっていう仕組みがあるんですけど、ネーボラの仕組みを生で見てきて、いや、こういう仕組みが本当に日本にあったらなと、
あのかいつまんで言うと、要するにその日本だと出あの妊娠したら役所行きますよね。で母子手帳もらうでしょう。でその時にあなたの担当の保健師さんはこの方ですって言って、その場で決まるんです。その人を紹介してもらって、はい、その人が子供が小学校上がるまでその家庭とずっと伴走してくる。あ、そうなんですね。だから日本の場合はいろいろ子育て支援いろんな施策があるんだけど、はい、窓口はバラバラだし、はい、人は入れ替わるし、はい、そうじゃないんですよ、はい、フィンランドはこの人が三谷家を兄弟ができてもずっと見ていくんです。まあ、それやってるのは健康診断だけなんです、定期的な。だから別に何でもかんでもその人に言ってるんじゃないんだけど、はい、やっぱりあの子どもの健康診断し親御さんの相談に乗ったりしているうちに、うん、だんだん家庭の事情って分かるじゃないですか、はい、それで例えば専門的な、あ、この子はちょっと発達障害あるなって言ったら、うん、そういう医療支援につなげるとか、うん、ちょっと虐待気味だなと思ったら虐待部門につなげるとか、うん、貧困だったらそういうサービスに、その保健師さんが責任を持ってやると。これいいでしょ。相当いいですね。だから日本はね、まあ、切れ目のない支援とか言ってるんだけど、うん、窓口ごとに切れてたり、はいはいはい、人の流れが切れてたりしてるんで、はい、僕は本当ね、このネオバラっていう仕組みを日本に導入すれば、うん、かなりの程度、うん、特に1歳、0歳から3歳ぐらいの一番大事なところをきちっとできれば、うん、まあ、貧困とか虐待とかこんなにひどくないと思うんだよね、うん、そんなことやってました。だから今回の子ども家庭庁はすごく関心を持ってたし、はい、党内議論もかなり参加させてもらって、まあ、いろいろ意見も言わせてもらって、でもここで一つあの区切りがつくんでね、うん、あのすごくあの僕はあの意欲、まあ、なんていうかな、あのこれから、まあもちろんこれからなんですよ、うん、あの政策はこれからなんだけど、一つの区切りだなっていう感慨深いです。いや、ありがとうございます。お疲れ様です。いやいや、ぜひまた後ほどちょっと突っ込んでいろんな話もお伺いしたいと思いますけれども、はい、でそれであのそういったあの法案もありますけれども、まあ、この先週それから、まあ、先々週という意味で、まあ、大きいのはですね、あの実は今日僕ネクタイをつけておりません。私はちょっとつけてきちゃった。これちょっとあの寝坊してつけ忘れたということではなくてあの実はあの、まあ、これあの、まあ、国体とまあ一緒に、まあ、あるんです。議運というのがあるんですけれども、そこで実はあの毎年あの決まることではあるんですけれども、まあ、5月から、まあ、いわゆる、省エネルックっていうんですかね、なんていうんですかね、あのクールビズだ。ショエルブックはほら、畑勤さんの半袖のやつだ。うん、あれとは別にクールビズ。そう、はい、そのクールビズで今ネクタイをつけずに本会議場とか入れたりということが、まあ、一応その全党の合意の中で、まあ、認められているということで、まあ、今日はちょっと あえてですね、本当は長嶋先生とお会いするので。まあ、ネクタイつけた方がいいかなって。いやいやいや、今日ちょっと私はあの会があってね、こういう格好してますけど、はい、昔はね、はい、あの本会議場だけはネクタイしないと入れなかったんだよね。クールビズだったんだけど。そうなんですか。そう、委員会とかはいいんだけど、はい、本会議だけはしなきゃいけないっていうのが最初あって、なんだその中途半端なのはって言って、はい、かなり多分国際でガチャガチャやって、はい、であの本会議場も今はクールビズでいい、下流紙も OK、はい、沖縄のね、下流紙ウェア、はいはい、昨日ちょうど沖縄復帰50周年でしたけど。そうなんですよ ね。で下流市で来てた方結構いましたけどね。そうそうだ、やっぱりその、ね、児童養護の話もそうですけど、うん、まあ、そのやっぱりそういった話も、ね、はい、長嶋先生の本当に大事な分野の一つなので、ぜひまた後ほどと思っています、はい、それからまあもう一つまあ、このゴールデンウィーク絡みで、まあ、大きなことっていえば、まあまあ、世の中的にはどうかわからないですけど、国会的には、まあ、某、野党の国会議員の方のウクライナ入国の問題というものがありました。あの、まあ、これどういうことかっていうと、まあ、簡単にあの誰がどうとかいうことではなくて、一応制度を説明させていただきますと、うん、あの国会会期中は、まあ、原則として国会議員は海外に行ってはいけないというものがあります。でその中であの、まあ、そうは言っても例えば、ね、外務大臣とか総理とかは当然ながら行かれるということはあるわけですけれども、その場合は、まあ、ちゃんとまあ了承を得てという形になります。で加えて国会議員もあの、まあ、基本的には、まあ、議運の了承を得て、そうですね、長期にわたるやつは特にそうですね。そうですね。1週間とかで1週間を超える場合は本会議 の、 あの了承っていうあの
院としての了承というものが必要になるわけです。でその時にどこに行くんですかっていう話をして、まあ、例えば、まあね、今までのゴールデンウィークとかだったら、まあ、ハワイですとか、うん、まあ、いろんな近くの、じゃあ台湾ですとかっていろいろあるわけですけど、まあまあ、特にこの今回の件はあのポーランドに行くっていうことで、まあ、院に諮って、まあ、院がポーランドに行くっていうのを認めたと。全会一致で。全会一致でっていうのがあって、まあ、どこに行ったかというと、まあ、入国、まあ、ウクライナに行かれたということで、やっぱり二重の意味で、あの、まあ、やっぱりその行き先が違うじゃないかっていうのと、やっぱりその院の全会一致の、まあ、ある意味了承のもとで行ってっていう、そういった重みがある行為だったので、 しかも渡航禁止区域ですから。そうなんですよ、三重ですよね。そうですね、三重の意味でやっぱりルール違反、はいはい、っていうのがあって、やっぱりそこはあのそんな簡単なことなんじゃないんじゃないですかっていうことはやっぱり思ってます。ね、そのやっぱり国会議員としてやっぱり一番行きたいかって言われたら行きたいですよね、うん、そこは現場を見たいっていうのね。現場を見たいです、誰しも。はい、ただやっぱりそこはいろんな形でやっぱりそう我慢して自制してるわけですよね、という部分っていうのは大きいですから、まあ、それをしかも、ね、院を、まあ、ある意味、違うことを言っていかれるというのはやっぱりと思ってちょっと。そうですね、はい、でしかもなんか党内の役職、はい、停止1ヶ月、1ヶ月停止っていうのは私はあえて言うとちょっと甘すぎる気がしますけどね。もう少し僕は懲罰事案だと思いましたけどね、うん、最初。でもなんとなく与党側もあんまり追及しながら来てるんで、ずいぶん緩いなとちょっと思ってますけどね、まあ、どうなるかというのとこれからだと思いますけど、というようなこともありました、うん、はい、なので、まあ今年、ね、さっき高村先生もおっしゃってましたけど、参議院 その、まあ、選挙もあるので、うん、まあ、会期の延長というのはまあ基本的にないというのと、はい、やっぱ補正予算というのもこれからまあ、通すということを考えると、やっぱり本当にタイトな日程になってくるので、うん、まあ、しっかりと、ね、脇を引き締めて頑張っていきたいなという、本当に国会しっかり頑張っていきたいと思っておりますが、まあ、そんな中でですね、今日はちょっとまあ、実は今日、長島、先生にお越しいただいたのは、まあまあまあ、共通点があって、うん、まあ、何が共通点かというと、まあ、なんていうんですかね、まあ、人間であるとか男性であるとか国会議員であるとかそういうことだけではなく男性であるとか実はまあ、今同じこうやって一緒にご一緒させていただいておりますけれども、実は僕前にみんなの党という政党におりまして、で、まあ、当時長島先生も、まあ、違う政党にいて、でその時から実は結構親しくさせていただいておりました、ね、なので大変遅くなったんですけども、今日ゲストとしてお越しいただいた、長島先生、自己紹介をお願いいたします。今衆議院7期目、をやっております長島昭久です。もともとは、まあ、民主党におりまして、まあ、ただ安全保障をずっとやっておりましたので、安全保障、外交安全保障には、与党も野党もないというのが、まあ、自分の信条だったので、まあ、そう考えるのを見るとやっぱりこうリアリズムを失った野党の外交安全保障政策というのはちょっと行き詰まっている感じがしたもんですから、まあ、特に共産党と一緒になってしまうということで、まあ、さすがにそれはまあ自分のこう信条路線とは違うということで、まあ、離党しまして、まあ、しばらく無所属やってましたが、まあ、ご縁があってですね、自民党に来ないかということで、お世話になることになりました。それが3年前です。その代わり小選挙区ですからね、衆議院の場合は、別の選挙区に移動してくれということで、去年の10月の選挙は初めての選挙区で、まあ、戦うことになって、まあ、それはそれでなかなかしんどかったんですけど、まあ、おかげさまで、皆さんにご支援いただいて7期目、今させていただいてます。まあ、特に安全保障、まあ、これまで取り組んできた、それから子どもの、私は未来保障という言い方をしてるんですけど、まあ、子どもの未来保障、それから外国人材をまあ、日本に受け入れていくにあたってどういうまあ ルールがルールや制度が必要かっていう、まあ、ここに今結構力を入れて、取り組ませていただいてます。で衆議院では今拉致問題の特別委員会の委員長を仰せつかっておりまして、今週また参考人質疑を、木曜日にやることになってます。まあ、この問題は本当に深刻な問題でありながら、被害者の方が日本にご帰国、5人の方がご帰国されてから丸20年全く動かないで来てるんで、まあ、今また北朝鮮が、
コロナの問題等々でかなり動きが出てきているので、まあ、そうい こう動きを捉えてですね、なんとかこう解決の方向に持っていきたいというふうに思っています。一生懸命頑張りますのでまたよろしくお願いします。 ありがとうございます、はい。そのまさに民主党政権の時は防衛副大臣そうですねいらっしゃいましたよね、はい。その安全保障って、まあ、ある意味本当誰でもできるようなものでもないと思うんですけども、はい、やっぱりその安全保障を本当に中核としてやれされてきて、まあそのまあ、もちろんそれにはもう与党も野党もないし自民党っていうこともない、本当は国のためにっていうことだと思いますけど、はい、そのどうですかその今の状況世界的に見れば。いやだから本当に私が20年前本当に2000年ですね西暦2000年に私初めて、立候補して、まあ、最初の選挙は負けたんですけども3年浪人しましたが、その頃安全保障を語っているともう票にならないからやめなさいよともっと福祉とか一生懸命やった方がいいよとか散々言われたんですけど、やっぱりこの20年経ってみて、まあ、今回のウクライナは特にそうですけど、あるいはその前からも台湾有事があるかもしれない、やっぱり国民の皆さんの意識ってすごく変わってきてて、で地元でタウンミーティングなんかやって子供の話とか最初してると、ちょっと安全保障の話もっとしてよとかね街頭でやって、はい、やっぱりこう経済の話とか、みんなの生活感のある話をこうしてるとずっと聞いてる人がいて、でそれで終わってちょっと話しに行くと、なんだ国防の話すると思って聞いてたのになんだなんてやれちゃうことがあって、ああでもずいぶん今までと違うなっていう感じがしますし、まあそれは逆に言うと戦後、まあ、まああれだけの戦争をやってしまって、まあ、戦争のトラウマが敗戦のトラウマがあって、もう戦争のようなことは考えたくない、もう政府 その外交安全保障政策というのは信用できないみたいなところで、国民の中にこうなんとなく共有感があって、で九条があって平和主義があって、もう日本はあんまりそういうところはやらないで経済に行こうっていう、こういう感じでずっと鳴らされてきたんだけど、やっぱり冷戦後20年30年経ってみて、いよいよそういう今までこうなんとなくこう見ないで来たものがもうあらわになって、もう考えざるを得ない。例えば非核三原則になってね、今度はロシアが核の恫喝して、今度じゃあ中国がもしくは核の恫喝したら、非核三原則とかアメリカの核の傘とか本当に大丈夫なんですかっていう、すごくリアリティをこう突きつけられていると思うんですよ。そういう意味で本当に我々がそこでなんかあんまり頭に血が昇ったような議論をするわけでもなく、しっかりこう地に足のついた国際関係の議論とか安全保障の議論とか防衛問題の議論をしていかないといけない。逆になんか責任重大で、だなと、国民の皆さんの意識が高まれば高まるほど政治家としての言動というのはすごく、まあ、逆に慎重にならないといけないなという部分も感じますね。いや本当に防衛大綱とかね、その特にこういう改定の時期とかにも、そうですね、今年重なりましたからね、はい、なってきて、その僕も、まあ、野党の時にですね、まあ、みんなの党だったんですけど、まあ、みんなの党もそれはそれで、まあ、保守の現実的だった、ね、現実的な政党で、まあその、まあ、本会議で、実は、登壇させていただいて、ね、質問等もさせていただいたんですね、はい。まあ、その時はサイバーセキュリティの問題とか、まあ、そのいわゆるその、まあ、尖閣諸島の問題とかいうのも質問させていただいたんですけど、あの時はその、まあまあ、そういう国会の、審議のプロセスの中で、まあ、防衛大綱の、審議しますって言ったら、じゃあ、まあ、各党何分割り当てがあって、じゃあ三谷君これやってってやる、まあ、その時にはその防衛省の方が事前に説明に来てくれて、あ今こういう議論が防衛省の中で行われるのかみたいな感じでした。だし、まあ、僕もみんなの党の時はものすごく毎回国会委員会が開くたびに質問に立ったりして、そうだ、ね、で1日、ね、ダブルヘッダートリプルヘッダー当たり前の世界で、そうそう、よく頑張ってたよねで、まあ、いろんな法案を、まあ、ある意味そういう意味ですごい勉強させていただいたんですけど、基本的には国会に出てきてから、まあ、いろいろと、ね、まあ、質問とかして付帯、決議とかなんかそういうので、まあ、ちょっとでもみたいな感じでしたけど、なんか党内に入るとやっぱりそういうプロセスが全然違くって、そうですね、でなんかその国会のその流れと、実は結構党内のそのスケジュールとか結構違う、今ものすごく忙しくないですか、めちゃくちゃ忙しい、なんかその今何ですごい忙しいかとか、その辺ちょっと、本当にね、自民党に入ってきて改めて、まあ、僕はもともと自民党の議員の秘書もやってたんで、自民党の雰囲気は上がってたつもりだったんですけど、本当に広い
視野で議論をするし、ものすごい深みがあるし、で議員もまあ400人以上いるわけですけども、あのそれぞれのエキスパティースを持ってて、あのいや、やっぱりすごいなと改めて感じますね。今実はあの防衛安全保障について一緒の勉強会も僕もちょっと参加させていただいて、ものすごい深いですよね。いや本当にね、あのそういう人が、まあ、各分野に、や申し訳ないけど野党の3党分ぐらいいるんだよねでしかもかなり広いんですよ。例えば安全保障の議論をしているったって全員が高派かっていうと、うん、やっぱりハト派的な人もいるし、うんうん、あの子どもの問題だって要するに子ども家庭庁か子ども庁かで随分揉めましたけど、うん、とにかく子どもなんだから子ども庁だっていう人もいれば、いやいや子どもっていうのは家庭があって子どもだろうっていう人もいて、うんうん、まあ本当に右から左からカンカンガクガクやるんですよね。で今忙しいって話をされましたけど、確かに国会の日程っていうのは多分、まあ、委員会でどんなに忙しくても週に2回ぐらいでしょう、はい、だけどその間に月曜から金曜まで朝から朝8時から早い時は7時半から夕方の6時ぐらいまで、まあ、ありとあらゆる、あの僕今ちょっと一覧表を持ってきたんですけど、まあ、とにかくさまざまな分野、例えば今だと新型コロナウイルス感染症対策本部とか、あるいは大阪・関西万博推進本部とかですね、こういうあの、まあ、政策系の、まあ、本部っていうのが立ち上がって、これは部会がもうちょっとこう大きくなったやつですね。あるいはその文部科学部会では高等専門学校小委員会とか、もうこれがですね1日にもう10も20も同じ時間帯に入ってきてですねまあこれ落ち着いてやるのが大変なぐらいで、まあ、子ども子育てもやってるし、外交もやってるし、成長ベビーシッター家政士活動維持特命委員会とかですね、まあ、ありとあらゆる、これは議連があったり、あるいはその政策別の部会で、それをまた ある種こう重要な問題では特命委員会とか何とか本部とかでこう束ねたり、まあ、経済安全保障一つ取ったって3つも4つもありましたよね、はい、半導体に特化したやつとかですね、はいはい、だからそういうので一つ一つこう政策を、あと岩国市長がその本当に一つ一つ政策をこうまずブロックのように積み上げていって、うん、そこから今度は党の政策に行く、あるいは法律案を作っていく、でここにはまたあの元大臣経験者、大臣経験者がまあひな壇にいて、そういう人たちも説得しながら、例えば僕は、まあ、今回あの一番苦労したのは、あの子ども関連で児童福祉法の改正の時に、はい、あのやっぱり今虐待の現場でね、その専門性が低いがゆえに、あるいはモチベーションがすごく低いがゆえに、あの子どもの虐待を見逃してしまったり、だから必ず児童相談所がポカをやったりしてるじゃないですか。だから現場の専門性を上げるためにはやっぱり国家資格化みたいなものが必要だと僕らは議連として提案したりすると、いやそんな簡単に国家資格なんか作れないんだよと、もうやっぱりその養成資格を養成する人たち、そういうあの学生たちを扱っている団体があったり、あるいはその児童相談所の経験者がいたり、あるいは大臣経験者がいたり、もういろんなところからこのなんていうかなこの、まあ、議論、はい、まあ、議論なんだけど、まあ、多少こう業界のロジックで邪魔されたりとかですね、でそういうのをこう全部こう説得したり説明したり段取りを踏んでいって初めてこう形になっていく、まあ、結局、まあ、5年間の見直し期間の中で、うん、国家資格化を検討するっていう不足で終わっちゃったんですけど、つまり本則には盛り込めずに終わっちゃったんですけど、まあ、それでもかなりあの、まあ、あの皆さん の, その認識は、ね、深まったと思っていて、あの、まあ、僕はよく言うんですけど、あの道理は通るんではなくて道理は通すもので、通すためにいろんなところにこう行って汗をかいてね、まあ、例えばですよ、あの大臣経験者のところに直接説明に行って、はいはい、まあ、納得はしないけどあいつは俺にちゃんと説明に来たっていうそういう痕跡を残すことも、はい、最後 の, あのケツを取るときには結構有効だったりするんですよね、うん、でやっぱり世の中ってのはこう道理は何でも取ると、うん、まあ、野党側って結構そういうの多いんですよ、こんないいこと言ってんだから通さなきゃおかしいじゃないかみたいな、はい、僕らも野党の時やってたけど、はい、でもそうじゃなくてやっぱり通すための努力があって初めて、はい、こう形になる法律になる政策になっていくっていう、まあそういう訓練を日々やらせてもらってるなっていう感じがして、そういう意味では本当になんかこの自民党に入って改めて政治の醍醐味っていうか深さっていうかいうのを感じますね。そうですよね、
でその国会はもうある意味その、まあ、今 の、 その児童福祉法の場合はどういう条文を、あの国会に出すかっていう、まあ、ある意味その出口の直前の話じゃないですか。そうですそうです。ただなんか今この時期にすごい忙しいのが骨太とか、あ、それはあるじゃないですか。でなんかその骨太って多分聞いたことない方も多いと思うし、今我々すごい部会とか、まあ、議連とかで、はい、その骨太に盛り込むためにいろんな提言とか出してるじゃないですか、ええ、そうですね。その辺多分普通の、まあ、一般の方にはなかなか伝えづらいと思う。その辺ちょっと、ええ、あの骨太っていうのは骨太の方針ということで、まあ、政党でいうとなんていうのか政策綱領っていうか、その翌年 の、まあ、あの予算の最も基本になる政策の合意文書、ここに盛り込まれるか盛り込まれないかでもうその予算が一桁違うぐらいなんで、はい、まあ、あの政府与党の場合はまさに政策だけじゃなくてその政策に財源をつけて、うん、はい、そして8月に概算要求をして、はいはい、そしてその後あの大臣の折衝があって12月に、はい、まあ、予算案が決まると、はい、そのプロセス全部を自民党が、まあ、ある意味で関与して作っていくわけですから、はい、その最初の勝負が、6月の中旬ぐらい、多分今度は参議院の前に出す、そこに例えばですよ、防衛省、今度は国家安全保障戦略見直し、防衛計画の大綱見直し、中規模の見直し、中規模というのは向こう5年間の、これの最初の初年度の予算の概算要求が8月にあって、そのための玉、はい、その予算を正当化するための根拠を6月の中旬までにきちんとその骨太の方針の中に入れ込まないと、はい、あの無視されちゃう。どんなに部会でいいことを言ってもあの自由民主党政府与党としての政策の中に部品として入らない、はい、だから我々はもうとにかく言葉だけでもいいから入れてくれと。例えば去年一昨年結構苦労したのはあの子ども宅食っていう、はいはいはい、子ども食堂っていうのは有名だと思うんですけど、子ども食堂やっててもあのコロナで子どもたちが来れなくなっちゃったんで、今度宅配しましょうっていうのは子ども宅食で、子ども宅食っていうのは聞き慣れない言葉なんだけど、とにかく子ども食堂だけじゃなくて子ども宅食、それからパントリー、これは取りに来てもらう、この3つをなんとかあの政策として入れ込みたいんで、骨太の中に1行だけそれに対する本部を入れるのに、いや半年ぐらいかかったっていうことはありましたけど、まあ、それぐらい、まあ、極めて大事な文章で、マスコミの悪口言うわけじゃないけど、その骨太の文章についてのこの策定のプロセスなんかほとんど報道されないし、そうですね、記事にならないし、はい、で出てきた骨太ももようやくなんかポンと乗るだけだから、はい、さっきおっしゃったように国会の方だけ見てると、なんていうかな、全体の物語も3分の1ぐらいじゃないかなって気がするんです。でもこれ、まあ、戒めを込めて言うと、逆にそれが国会軽視になってもいけないんで、ね、はいはい、我々与党でこんだけ揉んだんだから、うん、文句あるかみたいなのはやっぱりいけないんで、やっぱ野党経験としてそれは許せないですね。そうですね、はい、その辺はやっぱり僕らもわきまえてやらないと、はい、より良いものになっていかないっていう感じがしますからね、うんうん、いや、そうなんですよ。あの結構その例えば予算とかだったら、まあ、12月、まあ、概算要求が出て、で最終的にね、そのいろいろと中身が詰まってって12月とかになって、うん、まあ、決まってその、まあ、次の年の、はい、審議が1月から始まるわけですけど、はい、その本当にまさに元となる種をまくのが6月なんですよね。そうなんです。半年前 でそこに入れ込んだら予算も、まあ、でもそれで入れたとしても予算がつくわけじゃなくて、そうですね、ここからまたフォローをずっとしていかないで、でも入れないことには始まらない。 でそれは法律とかも同じで、まあ、そういったなんか政策なみたいなのも入れたら、そこからずっと半年間かけていって、その後法律案として次の通常国会に、まあ、うまくいけば出せるみたいな、はい、だからそのまあ、世の中的には、ね、その通常国会といえば1月に始まって、最初4月3月末までに予算を通して、うん、その後関連、まあ、いろんな法律を通して一旦夏休み でそれから秋になったら臨時国会、うん、でその中で臨時、まあ、補正予算とか通してとかっていうスケジュールなんだけれども、まあ、今その6月ぐらいに骨太っていうものが一つ大きな、目標があって、だから今4月5月はその骨太にしっかりと打ち込むための玉を作るというか、そういう意味でいろんな議連とかいろんな部会とかがものすごいいろんなものが超多数の提言を作るわけですよね。そうです。
その提言をいかにそのこの時期にまとめて、まあ、政府にあるいは、ね、政調に打ち込めるかっていう、うんうん、これがなんか政策実現のための肝ですよね。そうですね、そうですね、まあ、そこに逆に言うと関われる意義っていうのがありますね、ある。そうですよね、うん、今あの、まあ、ちょっと僕のちょっと話もちょっとだけさせていただくと、はいはい、新しくその小泉進次郎、先生のもとで、まあ、小泉先生のお父さんが犯罪被害者支援の法律を実は通されて、はいはい、やってましたね、昨日おとといから。そうなんです、ね、でそれであの、まあ、一旦それで少しは進んだんですけど、でやっぱりまだまだだということで、もう一度被害者支援をちゃんとやらなきゃいけないっていう思いが非常に強くあって、裁判プロセスに参加できるようにはなったんだよね。そうなんです、まだそこまでなんですよ。で現実的にいろんなプロセスで、あので一緒にね、その刑事手続きとともに民事プロセスも始めて、うんはいはい、損害賠償も一緒に取れるようにしようとかってやったんだけれども、はい、まあ、ぶっちゃけ言うとなかなかじゃあ取れた請求権勝ち取ったところで取れないのが事実上で、はいはい、やっぱり支援というのは全然足りてないということで、うん、やっぱり抜本的なやっぱり支援というのを強化しなきゃいけないっていう思いの中で、今新しく今議連を会長上川陽子、会長で、まあ、会長代理小泉先生で、はいはい、今その、まあ、事務局長をやらせていただいていて、まあ、いろいろそういう、まあまあ、これも議連ではあるんですけど、はいはい、まあ、そういったものを作って、まあ、しっかりと埋め込むためには何が必要かといったら、はい、やっぱりその今その犯罪被害者の政策を所管している警察庁とか、法務省とか、あと厚労省とか、まあ、あと国交省とか、そういったところと、まあ、ずっとやり取りをし続けるわけですよ。そう国会とは別にこんだけ忙しいって僕知りませんでした。いやいや本当にそうですね。まあ、このだからアヒルの水かきというのかなんていうかね、はいはい、本当に水面には出てない作業っていうのは、はい、まあ、実はさっき言ったように3分の2ぐらいがそういう作業で、まあ、そういうところにたまに大玉はあのドキュメンタリーみたいなスポット当ててくれる記事が出たりはするけど、大半はほとんど出ないまま、あとなんか国会に出すと批判にさらされるみたいなそんなパターンだけど、でもやりがいありますよ、その分だけね。本当に世の中変える一つ一つのパーツを我々がこう決めていくっていうのがありますもんね。いやだから本当にあの、まあ、ちょっともうすみません、あっという間に時間が来てしまったので、あのそういう、まあ、プロセスの中で、まあ、しっかりと、はい、まあ、頑張っていこうと思いますし、そうですね、あのこれからも、まあ、いろいろと長嶋先生ご指導いただきながらよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやもうそろそろ時間になりますので、すみません、なのでちょっと、はい、まあ、最後に、まあ、ちょっとなんか思いというか、はい、改めて、まとめ、改めてまあ私はあの安全保障と未来保障という2つの柱で、取り組ませていただいているのはやっぱりあのまあ、もちろん安全保障というのは今の日本を守っていくということにもなるんですけど、やっぱり未来保障は特に将来、未来の日本、未来のために今我々が何ができるかという、私はあの自分のスローガンが未来に誇れる日本というんですけど、未来に誇れる日本というのはどういう意味かというと、どういう思いかというと、未来の人に対してこう胸を張れることを我々やろうと、今やろうという、まあ、そういう意味合いなんですけど、やっぱり未来に誇れる日本を作っていくために、まあ、政府与党の中であのいろんなプロセスありますけど、あの説得力を持ってこの世の中に対して説明できる、まあ、そういう力を身につけながら、本当に実現政策は、まあ、単なる議論じゃなくて、その議論したことがきちっと実現できるように、これからも三谷さんと力を合わせて頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は長嶋先生にゲストとしてお越しいただきました。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。